あ、逃げた。ん？でも少ないね。あー、イモリがいた。まだいるね。イモリだ。あ、ちょっと、ちょっと水面が、あ、こっちにもいた。こっちにもいる。こっちにもいる。2匹。時間が今日足りないかな。今はちょっと自由には来れない。おお、イモリ。イモリいるじゃん。イモリ。っていうかでもめちゃめちゃ硫化地少ない気がするよね。あ。の量はまだイモリはいるんだけどね。でかいね、これでかい。太い。太いイモリが動かない。妖精いないね。あん時しか見れてないもんね。あ、シリケンとかいないの？エビがまた出てきてるけど。シリケンの妖精いないよね。ここ比較的水残る場所だから、こっちとかで産んでも良さそうだけどね。ここよく水残るよね。いないね、妖精は。こっちも水残ってるじゃん。水残ってるけど、エビしかいない。生徒がいないのかな。いないね。繁殖にはこっち側が向いてそうなんだけどな。いないわ。ここはあんまり生態自体も集まってないもんね、いつも。あ、いた。言ってるそばでいたわ。言ってるそばでいた。いた。大人、イモリちゃん、いたわ。ちょっと一回、取り直そう。妖精いないのかな。こっちの方が繁殖しやすいと思うんだけど、違うのかな。だってこっちは比較的水が残ってるもんね。いないの？まあ、残ってるっつっ
てもそんなに長持ちはしないんだろうけど、あれなんか水、その前雨が降ったのかな、なんか増えてる気がするね、範囲が、範囲的には水が増えてる気がする。でも何もいないなこっちは単なる雨で一時的に水が増えただけだからかな。よし、次行ってみるか。なんか活気ねえな。